お元気ですか、今日からですね、名前が変わりました、いつものことよろしくお願いいたしますということです。今回は横浜 GNA ベイターズ2022トレーニングカードの開封動画です。ユーズドカード、ユーズドボールカードシリーズでございます。それではね、早速開封していきたいと思います。前回もですね、あげたんですが、2021年度版のね、カードのねと、同じでございますのでね、詳しい説明は割愛とさせていただきます。まずは前編の6袋目を開けていきたいと思います。はい、ごめんなさい。それではね、こちらをね、前編に回して、残りの6袋は後編に回していきたいと思います。それではいきます。前編の1袋目でございます。桑原選手、今永選手、これが山崎選手、宮崎選手で、これは牧選手のカードでございまして、いきなりボールカードでございます。山崎康明投手のね、ボールカードでございます。2袋目でございます。東選手、坂口選手、上里選手、栗原選手、今永選手で、山崎選手でございます。3袋目でございます。タイラー・オースティン選手のカードでございます。柴田選手、大貫選手、大和選手、伊藤光捕手で、こちらですね、宮崎選手ですね、金箔サインカード付きでございます。4袋目でございます。山崎選手、宮崎選手、牧選手、三島選手、琴野選手、外選手でございます。5袋目でございます。これは、桑原選手、今永選手、森選手、タイラー・オースティン選手、柴田選手に、タイラー・オースティン選手のカードで、金箔サインカードでございます。前編最後のね、6袋目でございます。
佐野選手、東選手、坂口選手、上里選手、桑原選手で、最後は今永選手でございます。以上で、ユーズドボールカードシリーズ横浜 DeNA ベイスターズトレーニングカードの開封動画を終わりたいと思います。今回はね、こちら山崎選手のボールカードが出ました。後編もね、ぜひお楽しみください。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは失礼します。ありがとうございました。